ちょっとディープな八ヶ岳のお話というお題でですね、僕自身が今八ヶ岳で気になっている場所というところを皆さんに紹介したいと思います。この本ご存知ですかね。山口明久さんが書いた北八方向という本です。1950年から60年代の八ヶ岳について書かれた随想集になります。この中で岩小屋の木というところで今回紹介する場所が書かれています。余談なんですけれども、著者の山口さんは過去に肺結核を患っていたり、あと本人の写真とか文章の書き方を見る限り非常に線の細い文学青年というイメージがあるんですけれども、蓋を開けてみると八つのバリルート集を書いた六票投稿会の立ち上げメンバーであったり、あと国内の未踏ルートを開拓したバリバリのクライマーでした。次に岩小屋のありかなんですけれども、まず、場所については広河原沢、本谷、佐俣の間、いわゆる中央稜、阿弥陀岳の中央稜にあるようです。で、標高が約2000メーターで、川床から約70メーターほど高い場所にあると書いてありました。で、3つ目に、入り口から南稜の阿弥陀岳の南稜の斜面が見える。そして4つ目に、二重構造で奥は6畳ほどあって、10人ほど寝泊まりができるような空間があるということでした。それでは地形図を使って自分が目星をつけている岩小屋のありかをちょっと説明しようと思います。何だっけ、まず広河原か、広河原は、ここに2本の川があると思うんですけど、上側ですね、上側が広河原沢になります。で、ずっと進んでいくとここからまた分岐していって、で、上側が佐俣、下側が本谷になります。で、阿弥陀岳の中央稜っていうのはこの挟まれた間の部分ですね、ここが阿弥陀岳の中央稜と呼ばれる部分です。で、2つ目に、標高が約2000メートルということなので、地形図見るとここが、約1900メートルで、等高線たどっていくとここのラインが、約2000メートルというところになります。で、本には、本谷側にあるという記載があるので、まあ、おそらくなんですけれども、自分が目星をつけているのはこの辺りではないかなと思ってます。で、3つ目に入り口から、阿弥陀岳の南稜の斜面が見えるっていうことで、阿弥陀岳の南稜っていうのが、この阿弥陀岳から下にずっと伸びて、この龍葉岳に、通じてるラインを阿弥陀岳の南稜と言います。で、目星つけてる岩小屋からだと入り口からこの龍葉岳の斜面が見えるっていうことで、筆者はおそらく、龍葉岳の斜面を南稜の斜面と言ってるのではないかなと勝手に思ってます。なので、まあ、ここら辺にある二重構造の岩小屋があれば、まあ、そこがおそらく筆者の秘密基地である岩小屋なのではないかと読んでます。はい、今回はディープな八ヶ岳の話っていうことで、筆者が60年前に使用していた岩小屋のありかについて、好き勝手語ってしまったんですけれども、僕個人山の歴史っていうものに非常にロマンを抱く人間でして、近しい人であれば少しは興味を持ってもらえたのではないかなと勝手に思ってます。また気が向いたら八ヶ岳について好き勝手語っていこうと思うので、
またその時はよろしくお願いします。それでは。